今年も対戦哨戒訓練シードラゴン2022が開催されました。今回はこの海上自衛隊 P1 哨戒機も参加した合同軍事演習を詳しく見ていきますね。でも韓国も参加していたけど、ダマに来るよね。アメリカ、日本、カナダ、オーストラリアはわかるけどね。韓国とインドも参加だよ。最近、インドも微妙な動きを見せているけど、そうだこの時、ネバダ原子力潜水艦が配備されたんだっけ。では、海上自衛隊は2022年1月2日日から開催されていたアメリカ海軍主催の固定翼哨戒機多国間共同訓練シードラゴン2022が20日期に終了したことを発表した。シードラゴン2022には海上自衛隊から厚木基地所属の第4航空軍の B1 対戦哨戒機2機が参加していた。この固定翼機多国間共同訓練は、アメリカ海軍の主催で開催され、各国の海軍、空軍の固定翼機対戦哨戒部隊が、主に、対潜水艦船、ASW、アンチサブマリン、ウォーフェアの訓練を中心に、実際に、潜水艦を模擬目標として、その追跡から攻撃までの対処について、それぞれ270時間を超える、飛行訓練演習が行われる。訓練の具体的な内容は、実際に潜航している潜水艦を目標として、上空から投下したその部位を用いて、目標潜水艦の探知、追跡、解析を行い、最終的には、爆雷や爆弾あるいはミサイルなどで攻撃するシナリオで、潜技をポイント化して評価し、訓練期間を通して最高得点を獲得した。国の哨戒部隊を最優秀部隊としてドラゴンベルトが授与されることになっており、昨年開催されて5カ国が参加したシードラゴン2021ではカナダ空軍第407飛行隊の C-B140 オーロラ B-3C のカナダ空軍の呼称で参加したクルーがドラゴンベルトを獲得している。なお目標潜水艦は通常アメリカ海軍のロサンゼルス級攻撃型原子力潜水艦が担当するのであるが、今回、この共同訓練とほぼ同時期に、グアムに、オハイオ級戦略ミサイル原子力潜水艦のネバダが展開したことが公開されたため、戦略ミサイル原潜の行動が公表されるのは異例中の異例なことであるため、その参加があったのではとの噂が生じている。また、シードラゴン2022では実戦訓練の他に座学での訓練も実施され、集まった各国のパイロットと飛行士はそれぞれ国の対潜哨戒能力や固定翼機やその部位などの装備の性能を生かすように組まれた計画を披露し合い、実際の運用や戦術について意見交換をし合うものである。各国の部隊はただ競い合うだけでなく、同じ対戦哨戒という任務に就く者同士として友好を深め、訓練中以外のプライベートな時間においても、各国のクルーたちは対戦哨戒や偵察業務についての情報交換を活発に行い、それらのことを通して友好を深めることにつながっている。今回のシードラゴン2022にはアメリカ海軍、海上自衛隊、オーストラリア空軍、RAAF、カナダ空軍、RCAF、韓国海軍、ROKN、インド海軍、IN の6カ国の対戦哨戒部隊によって、各国とも、新型コロナ感染防止に必要な対策を講じた上で参加していた。参加した各国が、現在運用している固定翼対戦哨戒機は、アメリカ海軍、オーストラリア空軍、韓国海軍の3カ国が、アメリカのボーイング社製の B-8A ポセイドンで、この3カ国の機体は、ほぼフルスペックとされている。
P-8A 破棄体内に、その V ランチャーが搭載されているため、自動装填からの連続投下が可能で、ウェポンベイ後方にある7カ所の発射口から合計129本を投下できるほか、機内には手動投下口も設けられていて、海上の目印として投下する信号発煙照明灯、マリンマーカーや海面染色マーカー、ボールマーカー、折りたたみ式のラフト、いかだを投下できる。そして、その V ラックには機内からアクセスできて、ランチャーが故障しても、手動で投下口から投下して、哨戒任務を続行することができる。インド海軍は、P-8A の電子装備を簡素化した P-8I、ネプチューンで、インド海軍からの要望で、P-8A には搭載されていない、AN-ASQ-508A 磁気探知機、MAD と、後方を探知する、APS-143C-V-3 マルチモードレーダーが搭載されていて、その他の電子機器は、一世代前の多少簡素化されたものが搭載されている。なお、P-8A のオブには、尻尾のような MAD 磁気探知機ブームが搭載されているが、アメリカ海軍の P-8A には搭載されていない。その理由は、アメリカ海軍では海面を低高度で飛行しての対潜哨戒を P-8A には行わせず、無人偵察機に任せるためである。カナダ空軍が運用している C-B140 オーロラは、アメリカのロッキード社製 B-3C オライオンのカナダ版で、 B-3C のその V 発射口を減らして垂直パノラマ式カメラを搭載しているほか、対潜哨戒用の機材及び洋上監視システムは、アメリカ海軍の艦上対潜哨戒機 S-3 バイキングのものを流用して搭載している。また、機内の人員配置も B-3C とは異なっていて、搭乗員が連携を取りやすいように、戦術航空士（括弧）を中心に、クルーがこの字型に座るような座席配置になっている。そして、日本の海上自衛隊が現在運用している固定翼対潜哨戒機は、防衛省技術研究本部と川崎重工業が共同開発した4発のターボファンエンジンを持つ、B-1 対潜哨戒機で、海上自衛隊が長く運用していたターボロップ式の B-3C の後継機として、2013年3月から運用を開始して、2021年までに42機が配備され、最終的には70機を製造することになっている。B-1 哨戒機の機体は、川崎重工業が主体となって開発、製造され、3、菱重工業が中道と高道を、スバルが主翼と垂直尾翼を担当していて、一部を日本飛行機が担当しているほか、エンジンは IHI が開発した F7 エンジン、システム面では搭載レーダーが東芝、音響処理装置が NEC、管制装置がシンフォニアテクノロジー、事故防御装置を三菱電機が担当し、空調装置は島津製作所、飛脚組み立ては、住友精密工業などが担当している純国産機である。対潜哨戒用その部位は、胴体下部にある主脚の格納部分の後ろ側に38個が装填されており、そのすべてに内部からの装填が可能で、その一部はロータリー式ランチャーによる自動装填となっており、機内に搭載されている96個のその部位を簡単に投下することが可能となっていて、乗員の負担が軽減されている。攻撃用の兵装は、空対艦ミサイル、91式空対艦誘導弾、AGM-84 ハープーン、空対地ミサイルの AGM-65 マーベリックの主翼下にあるハードポイントに、最大8発を搭載できるほか、機室下部にある爆弾蔵に、対潜爆弾や単魚雷などを最大9トンまで搭載可能である。
また、機内には、休憩スペースやトイレを備えたギャレー区画があり、B3C では、電磁波の影響を受けるとされて搭載していなかった、電子レンジが装備され、乗員の弁当などを温めることが可能となっている。また、災害救助派遣などでの急患輸送にも対応できるように、やや広いスペースがある機種側に、急患用のストレッチャーを固定できるスペースがあり、医師などが動きやすいようになっている。防衛省は、B1 哨戒機の製造コストを下げたいとの意向があり、某、守る装備移転三原則にのっとっての輸出に力を入れていて、現在、まだ、B3C を運用している各国に、その後継機種として、売り込みを図っている。しかし、B8、A に勝るとも劣らない性能を保有しているにもかかわらず、これまで、防衛装備の輸出実績が、ほとんどない日本が、導入国での形式証明など手続き関連作業に不慣れである点や、高い価格と、アフターケアのサービス網が貧弱であることから、2022年1月現在で、まだ輸出契約を結んだ国はない。いきなりですが、今回は、日英軍事開発を詳しく見ていきます。次期 XF9 も、日英で開発し、実証実験などの話も進められています。IHI とロールス・ロイス社との開発スピードも驚異的となります。ミサイルや新型レーダーも完成です。2021年12月22日、日本の防衛省は、来年度である2022年度初めより、現行の F2 戦闘機を代替する次世代戦闘機について、その機関部をイギリスと共同開発すると、報道発表を行い、新たなイギリスと日本の連携に注目が集まっている。具体的には、2022年4月より、現在自国の第6世代戦闘機のテンペスト計画でも、機関部を担当するロールス・ロイス社が、日本の次世代戦闘機の機関部開発にも参画するという内容であり、2021年6月頃より浮上していた案件である。同日に、イギリスの国防省から発表された内容は、日本のものより詳細について語られており、そこでは、テンペスト計画に向けた機関部の実証エンジンを同国と日本とで共同開発するとその内容を伝えている。それによればイギリス側はテンペスト計画に向けた実証エンジンの開発に約46億円を投入し、続いて同エンジンの発電能力を示す実寸大の実証機に約300億円を投じることを予算上からも行うものだと述べられている。日本では、次世代戦闘機の機関部としては、
IHI 社と防衛装備庁が開発した XF-9 の試作機1が2016年に完成しており、これまでは同機をベースとした機関部の純国産化も視野に入っていたが、ここにイギリスの技術も取り入れることとなるのだろう。くしくもアメリカ空軍の第6世代戦闘機 NGAD でも近年著しく電力を消費することとなっているアビオニクス類とそこらから生じる熱をどのように解消するのかがポイントになっており、新型エンジンの最大の課題だと見られている。アメリカ空軍ではここで用いる新型エンジンをアダプティブエンジンと呼称しており、推力向上や燃料消費量の低減に止まらず、発生する熱の冷却とそれらを両立させる性能を達成させようと開発に取り組んでいる。イギリスのロールス・ロイス社の機関部は、今後ますます大電力が求められることに対応し、かつそこで発生した熱を回生的に使用することで冷却も同時に行うことを志向している模様で、アメリカ空軍とは別のアプローチ手法のようにも見える。いずれにせよ、非凡の IHI 社が持つ XF-9 では、こうした最新の大電力の供給と、そこで生じる熱の冷却といった部分については、技術的に不安が残るというのが実情のようであり、今回の共同開発で、その点のカバーを選択したと考えてもいいのだろう。今回の次世代戦闘機の機関部をイギリスと共同開発するという報道を受けて、こうしたイギリス、日本の両国の協調体制を、かつての日英同盟になぞらえて歓迎する向きが多いようだが、これ以前にも、両国の軍事的な協力は始められていた。それが、日本が、ツナム、ジョイントニューエア・ツーエアーミサイルと呼んでいる、戦闘機に実装するための新型の空、対空ミサイルであり、現在から7年前の2014年の7月から、日英両国が共同で研究を始めている。ツナムの開発のベースとなっているのは、イギリスが主導し、同国の MBDA 社が開発したミーティア空、対空ミサイルであり、地下以外の敵対空目標に向けたアクティブレーダーフォーミング方式を採用した長距離ミサイルである。ミーティア空対空ミサイルは、イギリス、ドイツ、スペイン、イタリアの各国空軍のユーロファイタータイフーンや、フランス空軍のダッソー・ラファール、スウェーデン空軍のサーブ・グリペン等の戦闘機に統合されているものだ。このミーティア空対空ミサイルは、直径 17.8cm、全長 365cm、重量 185kg の寸法だが、アメリカの現レイセオン社製の AIM-120、アムラーム空対空ミサイルと、ほぼ同等のサイズ感となっている。これを、第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2用に、そのウェポンウェイに4発収容可能とするため、翼部分を短縮し小型化した改良型がツナムであり、日本は、イギリスとは、この改良型に搭載する誘導用のレーダーについて共同研究を行ってきた。この誘導用のレーダーのことをシーカーと呼ぶが、日本は国産の九九式空対空誘導弾用に、三菱電機が開発を行っていたシーカー技術をこれに転用し、2016年1月には初期段階の研究を終え、次の段階に進むと発表されていた。ついで、翌年の2017年12月には、ツナム本体の試作、及びそのミーテストを推進することが打ち出されており、以後現在に至るまで、航空自衛隊の F-35 ライトニング 2A 型の調達と並行して開発、研究が進められている状態にある。日本の予算上の動きとしては、2021年度の防衛予算の中に、このツナムの研究費が、それまでと同様に継続して計上されており、2017年12月に示されたツナム本体の試作は、
2022年度中にこれを終え、翌2023年度に完了する見込みとなっている。その時点で完成したズナムを、日本とイギリスの両国で、様々な角度から評価、検証を行い、最終的に、実際に、F-35 ライトニング2への実装に値するものか否かの判断を下し、クリアした場合には、正式な配備が開始される運びとなるだろう。日本とイギリスとは、第5世代戦闘機としては、共に、F-35 ライトニング2を主力戦闘機とする国同士として、このズナムの開発に注力しており、この境遇が、両国の軍事関連での協力体制をもたらした、最大の要因だと言えるかもしれない。また、日本とイギリスとは、2021年度より、戦闘機等に搭載するための高機能な新型レーダーの共同研究を開始、日本は41億円を投じており、現状よりも、広範囲を、常に観測可能な高機能レーダーの開発が目的とされている点も、注目を集めていた。この高機能レーダーが、日本で言えば、次期戦闘機、イギリスで言えば、テンペスト計画に直結するのかについては未定だが、無論これを見据えた研究、投資であることは明らかであり、イギリスとの協調姿勢の表れと見てよいだろう。日本の次世代戦闘機もイギリスのテンペスト計画も、そこで開発される新型戦闘機は、2035年頃の実戦配備を念頭に置いている点でも、共通項が多く、アメリカに続く準同盟国としてのイギリスとの兵器システムの相互運用性の向上が期待される。日本の次世代戦闘機は、三菱重工業者を主管企業とし、そのマネジメント下に、国内の関連企業が紐付けられる体制で、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が打ち出されていたが、イギリスとの協調がここに来て本格化している。悲願の純国産戦闘とは、次世代戦闘機はなり得ないのかもしれないが、2兆円以上とも言われる多額の開発費が投入される事業だけに、いかに、自国主導の立場を譲歩せず、有効な兵器開発につなげるのかが問われることになるだろう。すでに、中国は、航空母艦艦載機としての J-15 戦闘機に、新型となる T 型を投入しつつあり、これに、さらに、新型で、約 200km もの超射程を持つと見られる PL-15 空対空ミサイルを実装する可能性も多く、対抗策は待ったなしの状態だ。かつて、1990年代までは、史上最強の呼び声も高い F-15J イーグルを主力戦闘機として配備していた日本は、アジア一の星空能力を有する国だと言えたが、もはや、数の上では、中国に単独では対抗することが困難な状況に直面している。アメリカが尖閣諸島へ侵入したことで、分かった中国への牽制を確認した。当初、アメリカ国防総省は、日本領土と、はっきり明言していたが、J-15
実際はどうなっているのだろう。また、バイデン政権に代わって、今後の政策は、どちらに優位になるのか、台湾や日本の今後は、どう変化していくのだろうということを見ていくとしよう。今年も、2020年に、引き続き、尖閣諸島の近海では、中国公船の活動が増加する一方であり、最近でも、2021年2月20日と21日の両日で、日本領海への侵入行為が発生するなど、緊張感を漂わせた。この両日に、不審な行動を起こしたのは、中国海警局に所属する2隻の、艦艇であり、日本の民間漁船を追尾するような形で、領海内に侵入するという、浅ましき行為を意図的に引き起こしている。あろうことか、中国政府は、自国の海警局に関する、武器使用の法改正を、2021年2月1日に施行させており、自らが、命の危険を感じ、必要だと認めた場合は、同局職員の個人携帯の重火器や艦艇に装備された兵装等の武器使用のハードルも合法化させた。この経緯から従来よりも容易に武器を使用してくる可能性が高まり、2017年には中国海警局自体が軍事警察の管轄下となっていることも重なって、これまで以上の強硬姿勢が予期される状況となっている。昨年の2020年11月には、来日していた中国の王国務委員兼外相が、日本の茂木外相を目の前にして、尖閣諸島周辺海域に日本が侵入するから、やむなく対応していると、あらぬことを発言し、これに反論しなかった茂木外相にも、批判の声が降り注いだ。外務省側の見解によると、この時の王国務委員兼外相と茂木外相との記者会見では、日中双方が自国の見解を主張する場となっており、議論をする場ではなかったとの見方を示しているが、国民は納得していない。しかも、目の前で日本の政策を完全な否定発言をした王国務委員兼外相を放っておいた模様は全国的に報道され、それは主張を認めたと同時ことであり、茂木外相が中国語で謝意を示した点には、疑問が湧くとともに、非難も集中した。このような尖閣諸島をめぐる中国側の強硬姿勢は、今回の日本漁船を追尾して領海へ侵入したことでも明らかとなってきており、政治的観点や現場運用からも激しさを増していることは、拭いようがない事実である。2021年2月8日に開かれた中国外務省の広志副報道局長の記者会見では、中国海警局が保有している艦艇は、尖閣諸島海域で、法に基づく、正当な措置を講じていると述べている。前とした海峡法改正を盾に、あるまじき行いを正当化している。そこを踏まえて、尖閣諸島は、中国固有の領土であるとの従来の見解を示した。そもそも、中国の領土であったという尖閣諸島は、日清戦争の結果、台湾と共に日本に奪われたものとする中国政府の持論を改めて誇示したことに対しても、弱気な姿勢をとっている。緊迫している状況下で、アメリカ国防防総省のカービー報道官は、2021年2月24日に、尖閣諸島に日本の主権があると認めて、中国の行動を非難する旨の発言を記者会見で発表したため、日本を援護したかのようであった。安心するのも束の間で、その2日後の26日には、カービー報道官は、その発言を覆すとともに謝罪しつつ、日米安保条約に基づいた尖閣諸島をはじめとする、日本の防衛に、これまでと同様に、アメリカが関与すると述べた。当時のカービー報道官の発言修正については、従来通りに、アメリカ政府として、
尖閣諸島における日本の施設権は容認するものの、主権の存在については、その限りではないという玉虫色の内容となっており、不穏な予期を感じた。アメリカが、民主党のバイデン新政権に移行しても、尖閣諸島の防衛には、これまで通りに、その後押しが期待できると、日本では考えられてきただけに、その危険度は、計り知れないものとなっている。先ほどのカービー報道官の修正発言を額面通りに受け取るとすれば、アメリカが認めているのは、日本が尖閣諸島に有するのは施設権のみであり、主権までは認めていない状態ということになる。日本にとっては、不利な方針をアメリカが堅持することを、あえて政治的に示したということは、日中関係の中で、尖閣諸島の主権をめぐる武力衝突が起きたとしても、アメリカの軍事的な支援を受けることは厳しいだろうという見解である。一連のアメリカの動きと前後して、日本政府は2021年2月25日に日本の領土に上陸する目的で他国の軍艦などの艦艇が領海に侵入してきた場合には、対峙する海上保安庁が対抗措置を取れるとの考えを明確に示した。まさしく、現行の海上保安庁法における海上保安官の武器使用を明確化しようとする動きであり、尖閣諸島海域における中国公船への対峙を念頭に置いたものであることは明らかである。日本の海上保安庁法では、海上保安官が対峙する相手に対して、重火器によって危害を加える行動を危害射撃のみと定められているが、昨今の情勢を鑑みて、実効的な解釈に踏み込んだ方がいいと思慮する。海上保安庁法では、海上保安官が犯人の逮捕を行う場合や、その逃走を阻止するための武器使用に関しては認められており、警察権限の一部として、職務執行上の範囲で適用されている。しかし、現場の判断で、機外射撃に限定した場合には、まず正当防衛であること、次に非常に凶悪な犯人を逮捕する場合にのみ実行することができるとされており、その解釈によって、是非が問われることになる。そのため、海上保安官は、事件前後の録画を必須義務とされている。これに対して、日本政府が示した見解は、具体的には、尖閣諸島に中国側が上陸する目的で艦艇による領海侵犯を行おうとしたならば非常に凶悪な犯人を逮捕することに該当することを意味している。さらに海上保安庁による対応だけでは困難と判断した場合には海上自衛隊に対して海上警備行動が発令されるケースでも同じく機外射撃を認めるようになっており、より抑止力として対応を強化する解釈と言えそうだ。自衛隊には、警告、威嚇、危害、命中という順番で、敵と対峙する際に、射撃をするということになっている。これすべてが、状況によると、曖昧な見解で認められており、武器使用に関する法律に関してはこれ以上変わることはないだろう。
今回は、日本の対中国政策の最前線について、詳しく紹介しましょう。日本も、三菱製人に、意識誘導弾改めへの、改良が進められている、状況です。今年中には完成するのではとの話しです。すごいのは、陸、海、空どこでも使用できるように、改良ができるところです。潜水艦もね。九段線という言葉をご存知ですか？このシリーズでも何回か登場した単語ですね。九段線は、有事線、または牛舌線とも呼ばれます。1953年、昭和28年に、当時の中華人民共和国、中国と中華民国、台湾との間で引いた南シナ海の国境線のことです。中国は、この九段線を根拠として、南シナ海における海洋権益を一方的に主張しています。南シナ海の各島々の領有権を主張するばかりか、勝手に上陸し、基地の造成を進めています。遠慮という言葉を知らないかのように、その海洋進出は、露骨かつ強引な犯罪まがいのもので、被害を受けていないのは、なんだかんだ言っても、仲のいいロシアや後ろ盾になっている北朝鮮ぐらいなものでしょう。この二国を除くに太平洋の国々が中国の野望を阻止しようと動き始めました。改めて九段線について考えると、あくまでも中国と台湾二国間のみの自分勝手な約束事ですし、国際的な実行力は何もありません。そもそも現在の中国が自国領と主張している台湾との間での取り決めです。国と国との約束といえば、台湾を一つの国として認めることになりますし、自国領と言い張るのなら、一国で勝手に決めたことになり、横暴の極みと言われるでしょう。どちらにしても、主張の論理が破綻しているようにも思えるのですが、日本といえば、まずは尖閣諸島ですね。島の接続水域に入って日本漁船を脅したり、領海までも侵犯する中国海峡の艦艇に悩まされていることはよく知られていますよね。毎日のように緊迫した状況で過酷な業務を強いられている海上保安庁の巡視艇には頭が下がる思いです。中国の行動は海だけではありません。ここ数年来、台湾の防空識別圏に中国軍機が堂々と侵入して挑発行為を繰り返しています。軍事力拡大を進める中国に対抗する日本、アメリカを中心にして同調する西側諸国の軍事的活動があり、その結果に太平洋、南シナ海、東シナ海、フィリピン海などを含む全般が一触即発の緊張した状況に陥っているのです。中国は東シナ海にも手を伸ばしています。ここでのポイントは第一列島線という言葉です。この線も中国が勝手に決めた防衛ラインです。これは1982年昭和57年に打ち出された中国人民解放軍近代化計画の中の概念の一つだったのですが、その後の世界情勢の変化とともに重要性が増してきたそうです。アメリカに対する軍事的戦略上の境界線なのですが、この中には九州の南から台湾に連なる南西諸島、大隅諸島、奄美諸島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島、尖閣諸島などまでもが含まれているのです。日本の領土であることが分かりきっている沖縄や宮古島まで入れているのですから、なんとも自分勝手ですよね。この第一列島線が発表された時、このことで大問題になったそうですが、現在では残念ながらあまり一般には知られていないようです。知っていたら、
ここぞとばかり反中の高派連中が黙ってはいないでしょうね。中国の意図ですが、要するにアメリカと対決することになったら、日本領の南西諸島を防衛線として死守し、その内側に、アメリカ軍や自衛隊の艦船、航空機などの侵入を阻止するということなのです。日本の領土を、勝手に防衛線と決めたということの意味ですが、中国が、アメリカとことを構える事態になったら、日本の西南諸島を、中国軍基地として占領して、アメリカ軍を阻止すると言っているのと同じということです。全く、勝手なことを言ってくれますよね。先日のことですが、中国とロシアの艦艇10隻ほどが、日本海から津軽海峡を通り、太平洋を南下して、伊豆諸島と小笠原諸島の間を通過後、大隅海峡を抜けて、東シナ海に入るといった、G 航海を行いました。津軽海峡と大隅海峡は、言うまでもなく日本領海ですが、二つの海峡には、国際海峡公海と認められる部分を設定しています。この部分は、平時に、外国艦艇の通過を認めているので、中国海軍とロシア海軍が通過したことには、問題はないと思われます。とはいえ、日本の近海を軍艦が通過するという行動は不気味ですし、不愉快ですよね。そして、この行動の狙いは、日本、アメリカ、オーストラリア、インドによるクワッドや、アメリカ、イギリス、アーストラリアによるオーカスなどの反軍事同盟的性格の対中国共同包囲網のような新安全保障枠組みに対抗したものと考えられます。日本としては、容認できるものではありませんね。しかし、日本国内では、衆議院選挙を控えた時期だったので、この威嚇公開が、大きなトピックにはなりませんでした。自民党公約の、対敵基地攻撃戦力の保有は、あまり注目されていませんでした。しかし、政府と防衛省は、着々と、その地固めを進行させています。防衛省が、現在力を入れているのが、陸自に配備されている、人に、意識地対艦誘導弾の長射程化開発です。百数十キロメートルという、長い射程を持ち、地点を移動しながら発射できるものです。この能力向上型として、2022年度までに、射程900キロメートルに伸ばす改良を行っています。改良されたミサイル部隊を南西諸島に配置し、占領を企んで押し寄せるだろう、中国艦隊への備えにさせる心積もりでしょう。最終的には、射程を 1500km まで伸ばすことを目指していて、地対地ミサイルとして、中国本土の基地をも、射程に収めようとする、計画もあるといいます。この長射程ミサイルにより、中国軍のミサイル射程外から攻撃できるスタンドオフ能力を保持することで、西南諸島への中国軍へ上陸の抑止力にしたいと考えていると思われます。こういった動きの中で、当事者でもある南西諸島の動きですが、地元奄美大島でも、この事実への反応は、あまり鋭いものではないようです。第302地対艦ミサイル中隊が、奄美大島に配備されましたが、瀬戸内郡田室地の瀬戸内建設業協会では、奄美大島は安保の最前線と言われているが、今一つ、そういった現実感はありませんとのことで、ミサイル部隊を配備することに対しての警戒心は感じられないようです。むしろ部隊を配備したことによる経済効果が大きいとメリットを感じているようです。瀬戸内郡田室地の場合、基地設備建設予算約630億円のうち、奄美市、瀬戸内った現実感はありませんとのことで、ミサイル部隊を配備の受注がありました。おかげで人手が足りなくなるほど、地元経済への潤いが大きいと言われています。もちろん、配備を喜ぶ声ばかりではありません。
基地があったら攻撃目標になって島にミサイルが撃ち込まれたり空爆や艦砲射撃などを受けるかもしれないと警戒する声も確かにあります。こういった反応はアメリカ軍や自衛隊が新しく基地を設けるときには必ず出てくる意見です。だからといって基地がなければ島民は安心安全な生活ができるのかと考えると残念ながら必ずしもそういうことにはならないと推測されます。前述の第一列島線です。中国は奄美大島を含む南西諸島を対アメリカの防衛線と考えていて、万が一の時にはこれらの島々を攻撃して占領することは明らかです。基地があってもなくても、中国が自国の基地を作れる島は全て占領されると想定しておくべきでしょう。別の視点ですが、西南諸島に配属される地対艦ミサイル部隊は移動が可能なので、有事の際には山岳地帯などに移動して敵の攻撃を避けることができます。この事実は中国軍も熟知しているはずですから、基地や駐屯地へ多少の攻撃を行ったとしても、壊滅的な大攻撃を仕掛けることはないと見られています。要するに、世界から批判される恐れのある民間人や民間施設への攻撃は避けるはずだという想像です。あるいは、占領後に自分たちが生活するインフラをなるべく破壊したくないという意図もあるはずという、これも想像ですが、沖縄を含む南西諸島は、基地があるから攻撃されるわけではなく、中国にとっては、地政学上、大陸を守るためには、必要不可欠な場所だから抑えようと、攻撃してくるのです。もう少し、中国大陸と距離が離れていたらよかったんですけどね。日本列島を太平洋側へ動かすことは、できないですし。これらの島々から、アメリカ軍基地だけで吐く、自衛隊基地も撤去してしまえば、確かに直接攻撃を受けることはないでしょう。しかし、ある程度の面積があって、航空基地が作れる島だったら、中国軍が上陸して占領してしまうことは想像できます。中国軍に占領されて、施政下に置かれるのが嫌ならば、島の自衛隊基地設営に協力して、簡単には、中国が、手を出せないほどに防衛力をアップすることに協力するべきだという意見もあるようです。相手の軍事力が上がると対抗してあげてくるのが中国ですから、逆効果にならないかなと心配ですけどね。今年に入り、F2 次期戦闘機のエンジン開発が加速しています。日英 IHI 社とロールスロイス社の共同開発で、お互いの優れるパーツ群を組み合わせ、最強のエンジンが今年中にも誕生する見込みです。今回は、この、
X 通信信の実験結果で生まれた XF9 エンジンを詳しく見ていきますね。新進の実証実験で最強のステルス戦闘機が生まれます。これは日本のみならず、日米英でも急務の開発となっています。どんな機体になるのか楽しみですが、それまでは F-35 や F に F-15 戦闘機に頑張ってもらいましょう。航空自衛隊の現行の F-2 戦闘機を代替する次期戦闘機開発について、最新の進捗を伝えるものは少ないようだ。次期戦闘機開発といえば、ここ1年では、2020年12月に、三菱重工業者を開発の主幹企業とし、その配下に、エンジンを、IHI 社、機体を、スバル社、電子機器類を、三菱電機社、富士通社、NEC 社等の国産各社が担当する体制だと見込まれてきた。ただ、その時点でも、次世代戦闘機が分類される、いわゆる第6世代戦闘機は、もちろんのこと、現時点で、最新鋭の F-35 ライトニング2等の第5世代戦闘機の単独開発経験もない日本は、戦闘機技術の支援先に、アメリカのロッキード・マーチン社を挙げていた。この時点では、F-22 ラプターや F-35 ライトニング2などの現行の最新鋭機を有する、ロッキード・マーチン社が、その技術支援先の候補に選ばれることは、半ば必然という流れだったが、一抹の不安の声もなかったわけではない。次世代戦闘機開発に向けては、日本が、自国主導の開発方針を明確に打ち出すまでは、現状の、F-15 イーグルや F-35 ライトニング2などと同様に、海外勢の戦闘機を検討したこともあり、その中には、県のロッキード・マーチン社も含まれていた。ロッキード・マーチン社が、日本の次期戦闘機計画に向けて、自社の持つ第5世代戦闘機の F-22 ラプターと F-35 ライトニング2をミックスさせたような機体を提示したとされ、一時は、この案が有力との見方もあったとも言える。しかし、結局は、このロッキード・マーチン社の提案は採用されずに終わり、日本側が、自国主導の開発方針を譲れない、条件として堅持した、結果だと受け取られており、あくまで、ロッキード・マーチン社には、技術支援を仰ぐものとされてきた。ただし、日本側とロッキード・マーチン社との技術支援に関する内容も、そこから遠からず、正式な契約に至ると見られながら、2021年11月末時点では確定したとの情報もなく、あくまで選定段階に止まった形が続いている。こうした中で、次世代戦闘機でコアとなるエンジン部分を担当する IHI 社は、すでに、それに向けたプロトタイプのエンジン、XF9 を1機、2016年6月末に、防衛装備庁に納入を済ませており、この量産化は確実だと見られてきた。IHI 社は、段階的に、次世代戦闘機用エンジンの開発を、防衛装備庁と共に進めており、まず、2010年から2015年にかけて、主要な構成要素の研究として、エンジンの中核を構成する高温化に耐える燃焼機や高圧タービンに着手した。そして、次にこれと一部同時並行する形で、2013年から2017年にかけて、これらエンジンの中核部分に加え、ファン周りや低圧タービンの研究を行い、次世代戦闘機用のエンジンの基礎となる開発を推し進めていった。IHI 社は、2015年から2019年に最終段階として、それまでに得られた研究結果をもとに、プロトタイプのエンジン、XF9 を組み上げ、この中で、前述のように、1機のエンジンを、成果物として、2018年6月に、防衛装備庁に納入済みである。納入されたプロトタイプエンジン、XF9 を用いて、以後は、実際の性能を確認するテストが、
防衛装備庁と IHI 社の共同で2020年7月にかけて行われ、その過程で同エンジンが世界的なレベルに照らしても高水準であると報じられた。この XF9 は全長が約 4.8 メートル、入り口の直径が約1メートルで、これは現行の F-15 イーグル戦闘機が搭載するプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンとほぼ同サイズであり、大型の双発戦闘機に向けたものとなる。防衛装備庁と IHI 社の性能テストで XF9 はアフターバーナー作動時に最大推力15トン以上を発生し、同未作動時でもそれは11トン以上と、 F-22 ラプターが搭載するプラット&ホイットニー社製の F-119 エンジンに匹敵する数値となった。 XF9 はこうした高い推力を発揮できることに加え、燃焼機の入り口付近の温度は1800度もの高温に耐えるもので、当該部分のパーツの素材やその加工技術と耐久性がプロトタイプとはいえ高い水準にあることを示した。こうしたXF9の性能やスペックを考えた場合、12分に量産化して次期戦闘機に搭載することは可能だとして期待する声が大きく、若干は一人歩きした感もあったが、当の IHI 社からはあくまでもプロトタイプであるとの冷静な声も聞かれる。そこではコンプレッサーや燃焼機、それらに用いる素材やその加工技術などコアとなる要素の技術的な面では到達すべき目標値達成が見えているとしながらも、量産化する際のクオリティやスケジューリングなど管理面の課題が指摘されていた。それでも現行の F2 戦闘機の開発が行われた時点では、日本はエンジンを国産化できる技術力を有しておらず、結果としてアメリカの F-16 ファイティングファルコンを土台とする、いわば改造に近い開発を強いられた経緯がある。これを考慮した場合、アメリカから一部をブラックボックスと課された機体として開発された F-2 戦闘機は、その後の仕様変更等について日本独自の自由度が低く、その意味で決して満足のいくものではなかった。これゆえに IHI 社によるXF9 の開発に寄せられる期待値も大きく、日本の航空業界の悲願ともいえる戦闘機の自主開発の実現に対し、今後の防衛装備の方向性を占う上からも非常に高い関心が寄せられている状態だと言えた。ただし2021年の6月にイギリスのロンドンで開催された G7先進7カ国首脳会議のタイミングで、日本とイギリスの間でトップ会談が行われ、そこから日英両国共同での戦闘機エンジンの開発が行われる模様だと報じられる。具体的には、イギリスが主導して実施中の第6世代戦闘機テンペスト計画で、同機のエンジン部分を担当しているロールス・ロイス社が、日本の次期戦闘機のエンジン開発にも参画してくると予想した報道だ。こうした内容は朝日新聞等で2021年7月上旬に報じられており、日英が共同で戦闘機エンジンを開発することで、双方のテンペスト次期戦闘機にそれを搭載し、単独開発よりも量産効果で開発コストの低減を目指すという。また、将来的には、そこで、テンペスト、次期戦闘機用に開発されたエンジンは、イギリスが、テンペストの海外輸出を獲得した場合、日本も、副次的に、その恩恵に預かれる可能性も示唆されているが、これは少し早計だろう。現時点では、
先に挙げた、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援についての契約も締結されておらず、ここに、新たに、イギリスのロールス・ロイス社も加わるとなれば、次期戦闘機の開発の自由度への影響も懸念される。また、この2021年11月には、イタリア空軍の高官である、ゴレッティ参謀長が、ドイツとフランスが主導する第6世代戦闘機、FCAS 計画とイギリス主導の、テンペスト計画の統合を提唱しており、その行方にも、注目が集まっている。もし、この提言が実現するような事態となれば、かつてのヨーロッパ諸国のユーロファイタータイフーンをもしのぐ採用国数、非対生産数となる可能性も大いにあり、その点からも続報に留意する必要がありそうだ。日本の現、岸防衛大臣が、記者会見で、最も興味深い発表があった。近未来兵器レールガン開発に、65億円の予算を明言した。今回は、この近未来兵器レールガンを詳しく見ていきますね。日本も、あと一歩のところまで来ている状況なのか、アメリカさえ断念している、レールガン開発を続行。注目するところは、大型化が、敵になっていることです。日本の開発内容を一緒に見ていきましょう。2022年1月11日、日本の現、岸防衛大臣は、記者会見において、来年2023年度から、レールガンの開発を本格化させると述べ、同兵器は、すでに、2022年度予算でも、65億円投じられており、2029年度での実用化を目標とすることが決定している。レールガンは、ガンとは言うものの、従来の一般的な火砲と異なり、火薬を用いて、砲弾を発射する仕組みではなく、ローレンツ力と呼ばれる電磁気力によって、それを行い、長射程、極超音速の撃兵器となることを期としている。すでに、自衛隊の兵装を研究している防衛装備庁において、テストでは、レールガンから、秒速約 2300km、つまり、マッハ7に相当する速度を記録しており、この実用化に向けて、大きく舵を切ったと言える。レールガンは、いわゆる砲身の内部に、2本のレールを平行に配置し、これらに電流を流すことで、砲弾に相当する物体を電磁力によって射出する兵器であり、原理、構造的には、かなりシンプルな作りであると言ってよい。そのため、アイディアとしての兵器構想は、かなり古くより存在し、日本を含む世界各国で研究されており、すでに、第一次世界大戦時には、
実用化に向けた開発が進められていたが、当時の技術力ではそれは実現していない。大きくは砲弾部分と砲身部分の摩擦の発生を解消できなかったこと、必要とされる電力がレールガン1門あたりでも莫大であったことがその理由だが、その課題のため以後しばらくの間は顧みられることはなかった。しかし1960年代に入り、かつて1830年代にマイケル・ファラディが考案した単極発電機を使用することで、レールガンは再び注目され、1980年代にアメリカが推進した SDI 計画によって、その動きは加速していく。アメリカの SDI 計画は、当時の人気 SF 映画にちなんで、スター・ウォーズ計画とも称され、宇宙空間の衛星軌道上で、早期の警戒監視を担う衛星、レーザー兵器やミサイルを搭載する、攻撃型衛星を配備する、壮大な計画だった。これは、当時激しい旧ソ連との冷戦状態に置かれたていたアメリカが、旧ソ連からの大陸間弾道弾による、自国への攻撃を緩和するために打ち出した計画であり、多層的な大陸間弾道弾の迎撃体制を目指したものだった。宇宙区間は、ほぼ真空であるために、空気抵抗を考慮せずとも、良いことや、同時に、太陽光を、大気のある地上よりも、効率的に、エネルギーとして利用できることから、宇宙空間で運用する兵器としての、レールガンの有用性が高まったと言える。ただし、1991年に、旧ソ連が崩壊し、第二次世界大戦後に、長年続いた冷戦体制が、終焉を迎えると、それに比例して SDI 計画も縮小され、物理的な火砲との費用対効果や、やはり電源確保の困難さから、レールガンの開発は頓挫した。ここからも明らかなように、レールガンの実用化には、現実的に電源をいかに確保するのかという点が、大きな課題として絶えず横たわっており、これが今に至っても解消すべき最大の問題点となっている状態である。それでも、近年のアメリカ海軍では、主として、水上戦闘艦の火砲や各種のミサイル類、航空機から運用する誘導式の爆弾類を、それらより低コストで代替できる可能性を模索する一環として、レールガンの研究を行っている。ただし、この研究で試作されたレールガンの最大射程距離は 200km にも届かず、日進月歩で長射程化が進む地対艦、空対艦、艦対艦ミサイルに対してそれを凌駕する距離からの運用は不可能と判断された。ことに、ここ最近、中国やロシアで実用化が進んでいる地対艦、空対艦、艦対艦ミサイルは、射程距離で約 1000km 以上、飛翔速度も音速の5倍以上となる極超音速を実現しつつあり、水上戦闘艦への実装をアメリカは断念したと言える。これも、レールガンを水上戦闘艦に搭載するには、必要となる膨大な電力を供給する電源を確保できないと、アメリカ海軍では判断したものだが、一応日本が開発する。レールガンは、陸上設置型が基本という、相違点はある。これは、水上戦闘艦に、レールガンを搭載するよりは、電源確保という、問題に関しては担保されていることを示してはいるが、果たしてそれだけで有効な兵器となるかといえば、懐疑的な声の方が多数派のように思える。というのもアメリカ海軍でも、レールガンをミサイル防衛の一手段として検討はしてきたと言えるのだが、これは従来の大陸間弾道弾のように大きく放物線を描いて飛翔する着弾位置の推測が比較的容易なケースを想定していたものだ。しかし、近年では大陸間弾道弾であってもロシア製のイスカンデルのように飛翔する軌道を
変更可能な種類のものが登場しており、なお、かつ、これは、音速の5倍以上の極超音速を発揮するため、レールガンでの撃は極めて困難だと見られている。日本の防衛装備庁によれば、試作されたレールガンの砲弾は、秒速2300メートル以上、マッハ7弱で射出されるというが、この速度でも、200キロメートル離れた目標に到達するは、約1分以上が必要な計算となってしまう。こうした数値を考慮すれば、陸上設置型で、ひとまず電元供給には問題がないと仮定しても、アメリカ海軍ですら断念した軌道を変えつつ、極超音速で飛翔する兵器を遠距離から正確に迎撃できる、レールガンを日本が独自開発できるのかは疑問だろう。一方で、北朝鮮は2022年に入り、この1月だけで5日、11日、15日、17日の4日で、合計6発のミサイル発射を強行しており、現、岸防衛大臣が冒頭のように、レールガン開発への予算拠出を述べたのも、これに対応する政治的な対処の一環と思われる。この時期に、北朝鮮が過去に類を見ないペースでミサイル発射を強行した背景に何があるのかは定かではないが、中国、北京で開催される冬季オリンピックや韓国の大統領選挙を睨んだ牽制策ではないかなど様々な意見がある。北朝鮮の発表が事実だとすれば、5日と11日に発射されたミサイルは軌道変更が可能な極超音速タイプであり、中国やロシアに続いて最も政治的な交渉が困難であろう国が軍事的に対処することもまた、困難な兵器を手にした可能性がある。北朝鮮が、極超音速兵器の開発を表明したのは、昨年2021年1月のことであり、同国の軍事的な技術の水準や機関から考えて、これがすぐに実用化されるとは考えず、来が、最も身近な韓国国防部も、5日のものは、マッハ6に達しているとは認めているようだ。加えて、韓国では、11日のミサイルは、マッハ10に到達した可能性を示唆し、警鐘を鳴らしてるが、これは、額面通りに、その飛翔速度を捉えるべきというよりも、韓国側が、政治的に、北朝鮮の脅威を強調するために利用しているとの見方も一部に存在する。そうは言っても幸いにして、近年では国家同士が実際の武力行使に至るまでにはかなりの障壁があり、そこに至らぬようにするために保有している兵器の力を誇示して均衡状態を維持することが半ば常識と化している。それを考慮すれば、日本がレールガンの開発を打ち出したことは、政治戦略上からは、あながち間違いとも言えぬ牽制行為であり、ここで稼いだ時間を利用して、今後の防衛施策に、実際に有効な装備を検討すべきだと思えてならない。
最新潜水艦は、クゲイの進水式が終わり、もうじき対ゲイ、潜水艦が引き渡される。3000トン級の初めての潜水艦となる。海上自衛隊の潜水艦群は、世界でもトップクラスと言われている。今回は、海上自衛隊潜水艦を詳しく見ていきますね。今まで足りない部分の機動力を獲得した恩、流潜水艦以降世界最強と思っているのは私だけですかね。日本では2010年から掲げていた防衛計画に基づき、2020年に進水式を終え、タイゲイと命名された新型潜水艦をもって、海上自衛隊の22隻の潜水艦体制が整いつつある。海上自衛隊が有する潜水艦戦力は、2021年1月現在で就役中のものが、親潮型9隻、双竜型11隻で、これに偽装中の、東竜とタイゲイが加わる予定だ。一番艦の、タイゲイに続く 2.3 番艦も、すでに建造は始まっており、以後順調に就役していけば、親潮型の旧式艦から、敵地練習艦への変更や退役が進んでいくのだろう。そうした中で、近年、海上自衛隊が警戒している、仮想敵国といえば中国であり、第二次世界大戦後長らくの狭間旧ソ連、現ロシアへの対応を目指し整備されてきた、体制も変わりつつある。そもそも、第二次世界大戦で連合国に敗北を喫した日本は潜水艦の保有を禁じられ、ようやく旧ソ連への対抗上1955年にアメリカ海軍のガトー級潜水艦の貸与を経て復活へと向かった。その後、潜水艦の国産化を復活させたのは1965年就役の大潮型1番艦からであり、いわば旧ソ連というアメリカ、西側陣営との対立が先鋭化した状況が、その復活の理由と言えた。このため、海上自衛隊の潜水艦は、当時から、世界で最も先進的で、かつ能力の高い潜水艦隊を保有していた、アメリカ海軍に倣い、兵器システムや索敵、探知能力を向上させてきたと思える。翻って、昨今最大の仮想敵国となった中国はといえば、旧ソ連からの支援を受け、完成品を購入したり、自国でライセンス生産をするなど、ソ連の技術の後押しで潜水艦を増加させてきた。旧ソ連、現ロシアとアメリカ、どちらが潜水艦の総合的な能力に秀でているかといえば、幸いなことに、アメリカに軍配が上がると思われ、空母打撃群など、派手な戦力だけでなく今も優位性を保持している。ことに、潜水艦の場合、どれだけ敵に探知されずに潜んでいられるかが鍵となり、その意味では、艦の静粛性と敵の索敵、探知をするソナーやセンサーの能力が、その生存性に直結してくる。最近では、2020年6月中旬、中国海軍所属と、おぼしき潜水艦が、日本の接続水域内である奄美大島近海のトカラ海峡を潜航した状態で通過、その行動の一部始終を日本側に把握される事象が起こった。海上自衛隊、防衛省、日本政府は、これをいかにして探知していたのかは、防衛上の機密に関わることとして一切未公表であり、中国海軍の潜水艦であるとも断言はしていない。これを、中国海軍の潜水艦だと認めることは、その動きすべてを日本側に察知されていたと、中国自体が認めることと、同義になるため、中国側からも、もちろん、何の発表もなく、一応は、国籍不特定艦とされた。軍事関係者によれば、今回の艦は、中国海軍の、元型、039A 型潜水艦ではないかと推察されており、中国海軍の通常動力型潜水艦としては、一応、最新の艦艇にあたるものだ。元型、039A 型潜水艦は攻撃型潜水艦であり、
水中排水量が約2400トン。全長が 72.0 メートル。最大幅が 8.4 メートルの艦量であり、日本の双竜型などと比べれば、かなり小型である。それでも、原型、039A型潜水艦は、通常動力型潜水艦としては、スターリング機関と蓄電池、ディーゼル機関を搭載、非大気依存推進を実現しているとみられ、仕様的には先進的な設計にも見える。このスターリング機関について、イギリスの軍事専門誌であるジェーン年刊では、これよりも、小型のスウェーデン海軍ゴトランド級に搭載されているものと、同等の出力で、信頼性も低いとの見方を示している。中国海軍では、この、原型、039A型潜水艦を、2021年現在で、12隻程度、運用していると考えられているが、この前級にあたる、胸型、039型潜水艦も、14隻ほど収益させており、とにかく数は多い。これ以外にも、中国海軍は、通常動力型潜水艦として、ロシア製のキロ型潜水艦も12隻を保有しており、同艦は中国だけでなく本国のロシア、インド、ベトナムなど総数で59隻が建造された。加えて、中国海軍は原子力推進方式の攻撃型潜水艦も保有しており、こちらは艦級091型潜水艦が3隻。小級093型潜水艦が2隻収益、4隻が建造中とも伝えられている。この原子力推進型の小級093型潜水艦は2018年1月に尖閣諸島近海を潜航したまま航行し、自衛隊の航空機、艦艇からの警告を受けたゆえか、浮上して中国国旗を掲げた艦としても知られる。これまで挙げただけで、中国海軍は、元型、039A型潜水艦、12隻、胸型、039型潜水艦、14隻、キロ型潜水艦、12隻、艦級091型潜水艦、3隻、小級093型潜水艦、2隻以上を収益させている。これらのうち、通常動力型が、比較的、中国沿岸部の近海を中心に展開し、原子力推進型が配備中の空母打撃群に、随伴して、遠洋に展開するとみられ、今後のさらなる増強にも、注意が必要だ。現在の日本側の救いは、これら中国海軍潜水艦を、ことごとく探知、追尾はできている部分だが、今後、静粛性を中国海軍が向上させてきた場合、同様の対応が可能か否かが、鍵となるだろう。
日本の F-35B ステルス戦闘機の配備が待ち遠しいですが、何より、パイロットの育成も大事ですよね。現在、南シナ海で、アメリカ空母カール・ビンソンでの F-35C 戦闘機着艦事故などもあり、一層、パイロットの教育が重要視されるでしょう。今回は、海上自衛隊護衛艦化が、伊豆、物回収計画に変更か、を詳しく見ていきますね。加賀ももう次期回収計画がスタートしますが、まずは艦載可能とすることで、様々な作戦展開できるようになりますね。日米でのクロスデッキも、そのうちの一つに。日本で、F-35B ライトニング戦闘機の導入が急がれている中、護衛艦の甲板耐熱加工の試験も完了した護衛艦、出雲、であるが、次の定期点検時には、艦首をスクエア型へ変更するプログラムが、すでに組み込まれている。今回は、護衛艦、出雲、や、加賀、の変更プログラムの進み具合を詳しく見ていくのだが、それよりも核心となる問題は、F-35B 戦闘機の方にあり、機体やパイロット育成が、急務となっている、現状のようだ。F-35B ライトニング戦闘機を納入するまでには、未だ時間がかかるため、艦首の改修工事も、まだ進んでいないのが現状であるが、甲板をスクエア型に変更する理由としては、安全運用に最良だからであるというのが重視事項である。コロナ禍において、2020年4から6月期の GDP は、年率換算で、27.8% 減で、リーマンショック後の 17.8% 減をはるか超える戦後最大の落ち込みとなっていた状況の中、2020年9月末には、2022年度の防衛予算の概算要求が発表され、その中に、海自のヘリコプター搭載型護衛艦、出雲、と、加賀、航空母艦改修工事の必要経費として、約230億円が堂々と明記されていた。この二つの護衛艦を、航空母艦改修に関する内容を、予算上の観点から見ると、艦上の全通飛行甲板に、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載することになるのだが、この戦闘機は、離発着時に、非常に、高温の排気熱を出す仕組みとなっているため、甲板に耐熱加工を施す必要経費が含まれているわけである。2013年1月1日にユニバーサル造船株式会社と株式会社 IHI マリンユナイテッドが合併して誕生した日本の造船会社であるジャパンマリンユナイテッド社の横浜工場において、出雲は2020年3月から飛行甲板の耐熱工事を施しており、2021年6下旬には、母港である横須賀基地へ戻ってきている。外観上で見ても、その変化は、ほぼわからないが、今までのヘリ運用専用の、白いライン表示に、F-35 ライトニング2用の黄色のラインの表示が追加されており、すぐにわかったことは、米海軍の強襲揚陸艦に類似しているという点であった。また、船の進行方向へ向かって、右翼に環境構造物が設置されているが、前とした黄色のライン表示が干渉しないように、左翼端に近い位置に引かれていて、戦闘機の滑走距離の確保を図っているということも確認できた。要するに、艦載機が艦艇の構造物に衝突してしまっては、元も子もないという戦う以前の問題になる理由から、構造物と戦闘機との距離を十分に確保するための、重要な役割を持つラインが引かれたのだ。実は、この他にも、変化が、もう一点想定されており、収益後から現在まで、出雲、の全通飛行甲板の先端部分は台形であったが、重要な役割を持つ、黄色いライン表示の先をたどっていくと、艦首部への距離、が短くなるため、今後は、幅を広げて、スクエア状に変更していくことになっている。これは、2025年から始まる2回目の大改修において、出雲の艦首部分変更を行うことになっており、2022年からは、加賀
の改修工事が開始される予定なので、外観上の大幅な変更は、同館を見れば外略理解できるだろう。艦載機となる F-35B ライトニング戦闘機の汎用性は、世界的にも定評があり、短距離離陸も、垂直着陸での運用も、システム的には可能とされているが、離陸時に搭載できる燃料や兵装の量を考えると、短距離離陸で運用する方での負担が少ないことが良いと言われている。出雲、や、加賀、の飛行甲板の先端を拡幅して、スクエア型にする理由は、アメリカのワスプ級や、アメリア級の強襲揚陸艦と、同じような対応であるが、昨年極東に航海してきた、イギリスの航空母艦クイーンエリザベスとは相違するというのは以下で理解してもらいたい。英国母艦、クイーンエリザベスのように、F-35 ライトニング戦闘機を主力艦載機とすることならば、同機にとって、効率的なスキージャンプ式の発艦装置を装備することが必須であるが、出雲、や、加賀、は、対戦哨戒任務を中心とした行動を継続していくため、船体前方下部には、対潜戦闘用の大型ソナーを設置しており、そこに、スキージャンプ式発艦装置を設置してしまうと、艦艇のバランスが崩れてしまう、危険性がある。最悪な事態としては、艦艇上部の重量配分が重くなる、トップヘビー状態を招いてしまい、台風発生時などの荒天時は、波の影響を直で受けてしまい、その際に傾いている状態であれば、艦艇が転覆してしまうことも十分に考えられる。日本政府は、出雲、や、加賀の艦載機として、常に F-35 ライトニング2B 型を運用はしないと示しており、従来の SH-60 キロ追戦哨戒用ヘリコプターを搭載する体制も併用させる予定になっていることからも、対戦哨戒任務の重要性が非常に高いことが読み取れる。たとえ、出雲、と、加賀、が航空母艦に改修されても、このような理由から、スキージャンプ式発艦装置を設置することは現状皆無で、これら母艦をモデルにした川口海事氏が描く漫画本、空母息吹のようにはならないため、密かに期待していたファンは、SNS で嘆いていた。母艦上で、短距離離陸、および、垂直着陸を可能とする F-35 ライトニング 2B 型を実際運用するにはクリアしなければならない様々な課題があるが、その一つ目としては、製造元のアメリカへ派遣して、運用可否についていちいち認定を受ける必要があることだ。今年は、出雲がこの試験を受ける予定であり、費用と時間のかかる戦闘機だと感じてしまうが、その手間をかけてでも、絶対に実用化したいと、専守防衛の願いが込められている。現在、出雲の飛行甲板を拡幅して、先端をスクエア型にする工事は、完了していない状態で、アメリカから運用認証を得ようとしていることを鑑みると、F-35 自体の運用そのものには、大した影響ではないと考えられる。現在のところ、出雲は、F-35 ライトニング 2B 型の運用認証を先行取得して、2025年頃から、飛行甲板の先端をスクエア型にする工事を含め、大改装を行う予定であり、一方の、加賀、は、一足早く、2022年度から、同様の大改装を行い、2024年前後に、アメリカへ渡り F-35 運用認証を得る計画で進められている。これまでの、出雲、や、加賀、の改修工事と同じく、艦載機 F-35 ライトニング 2B 型の購入準備も、順調に進められており、2020年度の予算案からすると、F-35B の実際の引き渡しは、早くても、2024年前後と見積もられており、翌2025年に、宮崎県のニュータバル基地に、飛行隊が配備されることも、概ね決定している。理由の一つとしては、もともと、同飛行隊が、広島県の5基地を母港とする、加賀、に艦載するために編成されたため、
現状のスケジュールから見ても、最短で2026年に航空母艦化の改修工事を終えた、加賀が F-35 ライトニング 2B 型の運用できるようになるからである。当初は実現化に時間がかかると言われていたが、現行の大隅型輸送艦2台の代替艦も、その時期には使用が固まって建造準備に入っていると予測されるので、こちらの艦艇の進捗に関しても注視すべき点である。この先、出雲、や、加賀の F-35 戦闘機の運用実績も加味した上で、本格的な航空母艦、または、海自発の強襲揚陸艦にする代替案もあり、現在の日本国憲法で謳われている、攻撃的兵器の保有禁止原則とのバランスも考えながら、慎重にことを進めていく、必要があるだろう。